フォートナイトはエピックゲームズが販売、配信する2017年に公開されたオンラインゲーム。集めた素材で壁と海岸と屋根と床を作ったり、トラップを仕掛けたり作ったものを編集したりなど、クラフト要素のあるサードパーソンシューティングゲームであり、アクションやバトルロイヤル、サンドボックスといった異なるゲームジャンルのゲームモードを3つ提供している。 対応プラットフォームは、Microsoft Windows Mac OS PlayStation 4、Xbox One Nintendo Switch iOS、Android PlayStation 5 Xbox Series X、S。本作は同じゲームエンジンを使用して、3つの異なるゲームモードとして提供している。世界を救えモードは、最大4人のプレイヤーが、 ゾンビのようなモンスターを撃退し、オブジェクトを防御する強力型 COOP モード。バトルロイヤルモードは基本プレイ無料でプレイできるバトルロイヤルゲームであり、最大100人のプレイヤーが最後まで生き残るために他のプレイヤーと対戦する。クリエイティブモードでは、プレイヤーが独自の世界を作成することができる。バトルロイヤルモードは、 同時接続プレイヤーが2018年2月に340万人、同年11月には830万人に達した。2019年2月に開催されたマシュメルコラボイベントでは1000万人を超えるプレイヤーが同時に接続した。基本無料だが、スキンや追加パックの販売で収益を得ており、2018年4月の月間売り上げは2億9600万ドルに達し、 欧米では社会現象になっていると報道された。課金アイテムであるビンダーバックスはゲーム内で使用できるコスチュームアイテムやエモートなどの購入に使用でき、世界を救えモードでのコスチュームなどはステータスに影響する。世界を救えはエピックゲームズ及びピープルキャンフライによって開発された協力型のタワーディフェンス、サバイバルゲームモード。エピックゲームズのティムスウィーニーは マインクラフトとリフト4デッドを合わせたようなゲームと表現している。2020年5月現在は有料パック購入者のみプレイできる。本モードはバトルロイヤルモードよりはるかに高いマシンスペックを必要とするため、モバイルデバイスや任天堂 t e n d Switch への対応予定はないとしている。2017年7月25日に PC、PS4、Xbox One へ、 有料早期アクセスタイトルとしてリリースされた本、モードは2018年8月に日本語ローカライズに対応。2018年内に完全な無料プレイが予定されていたが、たびたび延期され、2020年6月に無料化の取り消しが発表された。突如発生したストームによって人口の98%が消滅し、ハスクへと突然変異した人間が現れた世界を、 舞台に生き残った人間たちが世界を救う戦いを行う、複数のプレイヤーが協力し、拠点を守ったり、生存者を救出したり、貴重なアイテムを探索したりといった、様々なミッションを楽しめる。後日のバトルロイヤルモードとの違いとして、トラップや重火器の設計図を手に入れ生成をする必要がある。4種類のヒーローのコスプレイヤー。 ゲームズコム2017クエストを進めるにつれて、様々な種類のモンスターが現れる。様々なミッションがあり、ミッションに成功することで報酬を得られる。バトルロイヤルは、基本プレイ無料のモードであり、最大100人で最後の1人、または1組になるまで戦う。本モードでもマップ内に落ちている主源を採取して、それを利用し、建築が可能。 世界を救えと違い、キャラクターの外見などはステータスに影響しない。しかしキャラクターの大きさなどによって見えやすさの違いが生まれることもある。プレイすることによって無料でも報酬は受け取れるが v b クスを使用することによってより大きな報酬が受け取れるバトルパスを利用できる。プレイヤーは約2トル四方の無人島にバトルパスから放り出される。スカイダイビングで落下し、 クライダーを操作し好きな地点に降りることができる。開始時点では、すべてのプレイヤーが平等であり、アドバンテージはなく、最初は、ツルハシと呼ばれる最終ツールを持っており、また、最終ツールで、建物や樹木などを壊すと、そこから資材を入手でき、それを消費し、壁や階段を作り、攻撃を防御したり、足場として使用できる。また、 マップの各地に散らばっている武器を入手できる。他のプレイヤーを倒すと、倒したプレイヤーが所持していたアイテムを入手できる。時間経過により、マップに嵐が迫ってくる。ストームエリアは徐々に拡大し、エリア内にいる間はダメージを受ける。マッチ終盤になるにつれ、ダメージを受けず行動できる範囲が狭くなってくる。他のプレイヤーをすべて倒し、最後の一人、 あるいは1チームになると勝利となる。ソロモードでは一人で戦うが、2人一組で戦う、デュオ、3人一組で戦う、トリオ、4人一組で戦う、スクワット、20対20で戦い、リスポーン可能なチームランブルがある。また、特別な条件でマッチを行う、期間限定で遊べるモードもある。また、 バトルロギアル独自のストーリーが構成されており、主にそのストーリーに応じて、毎シーズン、またはアップデートで、マップ変化が行われる。それぞれサーバーがあり、アメリカ東、アメリカ西、ブラジル、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オセアニア、中東の8つである。また、中国のサーバーは隔離され、中国サーバーというものも存在されるが、エピックゲームズランチャーからは、 中国サーバーに行くことはできない。クリエイティブは V7.00 から追加されたモードで最大16人で専用のマップで自由に建築を行える。専用のインベントリから建築物やアイテムを取り出すことができる。フレンドやコミュニティにより選ばれた島に移動してプレイすることも可能。またおすすめの島の中からクリエイターの作った島を遊ぶことも可能となる。 一部の島は、フォートナイトワールドカップにも使用された。当初は、マインクラフトや、リフト4デッドを合わせたような、強力型サバイバルホラーゲームであったが、後に、プラアノン、S バトルグラウンズのような爆発的な人気を、博していた、バトルロイヤルモードを追加することによって、急速に人気を得た。マスタードによれば、エピックのチームは、PUBG のようなバトルロイヤルゲームを愛しており、 フォートナイトのエンジン内に同様のモードを制作する方法を探った。開発の早い時期からプレイヤーが遊ぶのをためらわないように1ゲームの試合時間が長すぎないよう設定するという点に留意しており、目安としては18から25分ぐらいを想定。建築要素がバトルロイヤルモードにおいてどのように機能するかは未知数であったが、プレイ動画の鑑賞など十分に機能しており、また、 行動範囲縮小のため建築を高速に行えるよう調整も実施した。エピックゲームズは、フォートナイト開発に注力するためにリソースを移行し、同社のパラゴンは正式版になることなく、運営を終了した。2018年6月12日にリリースされたスイッチ版においては、ゲーム単独でボイスチャット可能な初のゲームとなった。また、PS4 版と同じく、 有料のオンラインサービスに加入せずにプレイ可能である。当初、ソニーの方針によって PS4 におけるプラットフォーム間のクロスプレイ機能が制限されていたが、後の方針転換によって制限は撤廃された。2017年10月、バトルロイヤルモードをリリースから2週間余りでプレイヤー数が1000万人を記録した。2018年6月に サービス開始からわずか1年弱で、プレイヤー1億2500万を達成。2018年11月には登録プレイヤー数が2億人を超えている。スイッチ版、バトルロイヤルが配信された際に、任天堂アメリカのレジナルド・フィサメイ CEO は、24時間で200万、ダウンロードされたと発言している。2018年3月には、調査会社スパータタは、フォートナイトの、 月間売り上げが PUBG を超えたとの調査結果を公開した。対象期間は2018年2月で PUBG の1億300万ドルに対し、フォートナイトが1億2600万ドルの売り上げを達成した。同年4月の月間売り上げは2億9600万ドルに達している。ワールドカップ決勝でフランス代表のグリーズマンがゴールパフォーマンスとして、 本ゲームのエモートと言われる動作を行った。2018年7月には、イムグの仲介により、ジャズウェアーズと提携し、関連製品の制作を発表している。2018年12月、別冊、コロコロコミックにて4コマ漫画が掲載されることが発表された。フォートナイトと似ている、フォークナイフといった御用、ネットミームを生み出しており、ゲーム内に資源を収集できるが、 操作はできない、フードトラックのフォークナイフを実装している。子供たちが学校でプレイすることをやめてくれないとの苦情から、ロード画面に、ヒルマン先生が学校で遊ぶなと言っていると表示されたことがある。イギリスの複数の大手メディアからは子供への悪影響であるとして、フォートナイトへの批判が出ているが、小学生向けの漫画雑誌、月刊。 コロコロコミックにて迷子にわたり攻略特集が組まれている。ゲームスキル向上のための指導者の市場もわずかではあるが存在する。2019年10月25日、秘密保持契約を破り一般公開前のチャプター2の内容をネット上に公開したとして、エピック側は元テスターのロナルド・サイクスを提訴した。2020年5月、 本作の登録ユーザーが3億5000万人を突破した。アメリカのプロゲーマー忍者が2018年4月末に主催した忍者ベガス18ではプロアマ混合で大会が行われた。ゲーム実況配信サイトの Twitch で行われたこのイベントの実況中継は66万7000人という最多同時視聴者記録となった。2018年5月21日、エピックゲームズは e スポーツを支援するとし、公式大会の賞金に1億ドルを提供すると発表した。その公式大会、フォートナイトワールドカップは2018年後半から予選を行い2019年7月にアーサー・アッシュ・スタジアムで開催の本大会となる予定である。その他にもスカーミッシュという大会もすでに行っており続いて、夏と秋にすでに連続して行われている。 2019年7月26日から28日まで開催された世界大会の賞金総額は e スポーツ史上最高額の3000万ドルとなって優勝者の当時16歳のバガも過去最高の300万ドルを手にした。本作及び同ジャンルの荒野行動はゲーム性とシステム面において PUBG と 類似していることが問題視されており、PUBG 開発元の PUBG コープから提訴を受けていた。その後、本作に対する訴訟は取り下げられた。ありがとうございます。